トロントのノジです。ロンドンのノブです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日の配信はですね、第3回目お願いします。よろしくお願いします。どうぞご視聴ください。ありがとうございます。はい、ではね、ノブさん、今週はいかがでしたか？はい、今週ですね、じゃーん。フェイスシールド。イエース。ついに先週、仕事に復帰しました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。はい、これでですね、政府から指示があって、セラピスト、治療師は、こういうプロテクターをつけないといけないんで、まずフェイスシールド、マスク、手袋、おまけに、ビニールエプロン。おー、そんなものまで。こんな格好で治療してました。暑い。もう正直、もう見えない。で、息が苦しい。うわ。結構きつかったですね。なんか病気になりそうですね。本当に、こっちが病気になりそう。ね、本当。ね、もう患者さんからなんか大丈夫とか言われてね、逆に心配されて。まあでもそんなんで、先週ね、4ヶ月も仕事できなかったけど、おかげさまで患者さん皆さん集まってくれて満員御礼でした。よかったです。おめでとうございます。で、ちなみにバックに写ってる写真は私が働いているクリニックです。はい、はい。で、場所はですね、都心から電車で30分行ったところの郊外で、名前はコンプリメントリーヘルスパートナーシップっていうところで、いろんな治療科がいます。こう介護の人もいて、あとはこう足のこう、なんつうか、足をね、こうネイルとかこう治療する人とか、エクソロジー、マッサージ、ホメオパシーとか、もういろんなセラピストがいて、すごくいいところです。これは。まあ、皆さんお出かけの際はプレイゲートにお越しください。はい、お願いします。で、ちょっとね、少しその、プレイゲートっていう町の場所、町をね、ちょっとご紹介したいんですけど、ちょっとこういう風にのどかな感じなんですよ。うん、いいですね、なんか落ち着いた感じですよ。で、駅前かわいい。で、ここで、あと、ここはお店の表側ですね。はい、オープンでかわいいですね。なんかデコレーションがとってもかわいいわ。そうなんですよ、オーナーの方、マネージャーの方たちが手作りでやってます。いいですね。はい、本当におかげさまでいいスタートを切れましたので、これまで頑張ります。はい、頑張ってください。はい。はい。で、ノジ、トロントは先週どうでしたか？ノジはまだコロナバケーションなんですね。はい。まあ、ぽちぽちですけどね、仕事も。だけど、まあ、バケーションで、今週はですね、まあ、あっちの公園に行って、このマルベリーを、これね、マルベリーを摘みました。朝6時に出かけて。生だよね。生ですね、これ生。これね、いっぱい、ちょっと、もっとあったけど食べました、いっぱい。マルベリー、桑の実ですね、桑の実と、あと、向こうの山に行って、このワイルドラズベリーですね。かわいい。かわいいの、この、結構、これは、まあまあ、ラズベリー。しっかりしてるね、なんかね。大きいのね、取ったのよ。これ売ってるみたいに大きい。こういう、これサイズ的にね、そうだね。そう、サイズは大きい。ちょっと、悪いって言われるけど。あとは、こんな小さいの。かわいい。木によってはすごい小さいから1個。いや、ほん結構ね、これバスケット持って積みに行きなさいって言われたから、積んだのよ、これ持ってって。こんな風にして行ったら、私だけね、こんなしてたけど、みんなはしてないよ。いやいや、もう取ったもん勝ちよ。かわいいよね。美味しそうだね。美味しいよ。それでその時の映像はですね、ちょっとごめんね。見せてくれ。見せますね。ちょっ
これ。はい。あ、これは、ラズベリー、ワイドラズベリーもブッシュ、山ん中だからさ、こんな、すごいね、うん、滑りながら行っちゃって。あ、なんか鮮やかだ、鮮やかだね。鮮やかいね。あとは、あ、これは違う。これじゃなくて、これ。これマルベリーの。これ、私これ。多次元の世界になっているバーチャル。これはあのマルベリーの木ですね。あ、これがマルベリーの木なんだ。そう、あの桑の実、大きい3メーターぐらいあるかな。2メーター、2メーター、3メートル近くあるじゃないかな。大きいの。結構大きい。とっても。うん。うん、そう、ここにも行きました。あ、初めて見た。うん。そう、こういうことして。あとは、うん、もう一つは昨日ですね、ここのね、カナダのね、うん、1時間半ぐらい行ったところ、うん、まあ、この間ベリー積んだところよりももうちょっと遠いところだけど、うん、エルマイアって言って、うん、アーミッシュとか、わかりますかね、アーミッシュとか、あの、メナノイトが、メノナイトがいるんですよね。メノナイト知ってる、あの名前、うん、うん、あの知ってるよ。そう、メノナイトって、あの、うん、ドイツ系移民、アーミッシュみたいな。なんか私の顔がずっと、あれなんだけど。何？メノナイトが、あの、住んでるエリアで、メノナイトっていうのは、大草原の小さな家の、うん、あの、感じ。あ、昔のドレスね、花柄のドレスとかさ、黒いドレスとか着て、帽子かぶって、ね、うんうん、あとお父さんはサスペンダーにほらパンツみたいな感じ、そうだね、なんかイメージ、バックね、そうそうそう、ああいう洋服で、まあ、原始的な電気がなかったり、電話がなかったり、あとそういう不便な生活っちゃ不便な生活、車もあったりなかったり、あと バギーって言って、あの馬車みたいなのを使ったり、あ、未だにそんな感じなの？うん、でも、まあだからそういう人もいるし、すごいあのストリクトな人はそういう感じだけど、まあ現代で、あのしてる人はまあ車も乗ってる人もいるし、電話はまあいいっていう人もいるのね。で、そこの、こういうとこ行きました。で、その近所は、そのアーミッシュじゃなくて、アミシュってメナノイトが作ったこれ、橋なんだけど、見えるかな、見える、大丈夫、うん、そっちの方が、こっちの方がいいです、ああ、作ったこの木で作った木なのね、あの、ブリッジ、橋なんだけど、これ150年ぐらい前のかな、作ったのね。それで、そう。で、この近所には、うん、橋渡ったところにこんな可愛いね、家があって。いや、なんかいいね、雰囲気が出てる。ね、イギリス系っていうか、なんかジャーマン系っていうか、なんか石のさ、古い感じの、うん。なんかわかる、わかる、うん。で、やっぱ川沿いなんで、その向かいには、これあの、アメリカン・インディアンの家なのね。あ、そうなんだ。もともとなんかまあ、バラックっていう感じだけど、家っていうかまあ、倉庫、で、このボートの先みたいについてて、で、アメリカインディアンの顔がここについてるんだけど、やっぱ多分ボート小屋みたいになってるのかな、今もしかしたら。なるほど、ね。記念館みたいな感じで、こんな風にほら、ね、古いやつで作ってありますよ、みたいな感じ。保存されてるから、中には入れなかったんだけど、あ、そっかそっか、うん、もうこんな感じで、あとはマーケットに行ったんですよ。どうだった？マーケットも面白かった。このお肉、あ、肉、あ、手作りのね、ナチュラルのお肉、お芝居が作ってあって売ってたりとか、あとはこのハニー、蜂蜜、蜂蜜だ、で、あの、そのこれ2ドルぐらいで、この小さい細いスティックはあって、これ何なの、この細いスティックは。あのね、小さな蜂蜜、スティックに入ってある蜂蜜で、ちょっとそこで食べられるみたいな感じ。で、確か1本2ドルぐらいなんだけど、で、これがね、アンバーとか、あの、絞りたてのやつはゴールド、その次アンバーで、薄くなったりとかして、どんどん
あの名前が違ってくるんだけど。なるほど、うん、うん、そんな感じ。あとこの白っぽい瓶子に、瓶に入ってるのは、うん、ローハニーって言って、うん、あのね、熱処理されてない、ハニーなのね、うん。だからこれは本当にエンザイムとかがいっぱい入ってる。酵素がいっぱい生きてるから、おうん、私もね、コロナで具合悪い時に、うん、あのこれ食べました。あ、そうだね、蜂蜜だってね、うん、あのやっぱりあのイミューンってあの免疫にいいっていうか余計もっとね、そうそうそう、とっても良かったよ、ね、これで、うん、そうなんですね。あとそこでは、こちらのハニーで作ったハニーの、うん、ろうそくね、うん、それで、まあ石鹸とかもあるんだけど、いろいろね、はい、でもどんな形があって、うん、面白い、面白い、この、うん、ハニーでね、作ったろうそくは、うん、体に悪くない、あの、肺にもそんなに悪くないのね、燃やして。だから、ないってことだね。うんうん、だからこれは本当にいいと思うよ。うん、うん、いいと思います。はい、はい、そういう感じの、一日、そんな感じだったんだけど、うん、ここで私が買ってきたものをお見せします。おぉ。私の大好きな、うん、これセルビアン、セルビアンね、ユーゴスラビアのセルビアの風の製法で作ったこれ。あー、サラミ。サラミ。大きいね。大きいよ。これでね、8ドルぐらい。7ドル、8ドルぐらい。どうなん、高いのそれって。高くはないけど、うん、高くはないと思う。あの、お店で普通に売ってるやつでも、うん、7ドルとか。5ドルとか、うん、7ドル、8ドルとか、そんな高くないけど、うん、これ自然の療法だから、ああ、そうね、そしたら、うん、だから、安いんじゃない？だって。そう、変なもの入ってないから、これとっても安全で美味しいのよね。うん、で、こういうふうにね、紙に、こういう紙に、うん、見える？見える、見える。これに、この油紙でくっくる巻いて、いいね。こうして、うん、あの、昔の、ね、日本でも昔のお肉屋さんみたいにこういうふうにしてる。そうだね。日本、うん、うん、昔みたい。そう、あともう一個はね、私の好きな、これもセルビア風の。おー、なんだぞ、ちょっと。肉。おー、ドーン、ザ、肉。おー、すごいいい匂い。わーって感じ。もう、すっごい美味しいの。なんかハムっぽいよね、それね。うん、そうだね。あの、スモーク、うん、ハムっぽいね、うん、スライスで食べたりとか、うんうん、あとはね、ガーリックとオニオンと、うん、あとパプリカ、うん、とか、あとはキャベツとかでこう煮てみたりとか、うん、あのスープにしたりとか、うん、食べたりとか、うん、ビールにぴったり、ノブさんにぴったりだけど、私はちょっとお肉食べられないんですよ。ね、うん、でも海苔ね、すごい 大事ね、大好きだもんね。これは美味しいよ。これでね、15ドルぐらいしました。まあでもね、そのほら自然の量、ね、あの製法で、あの、仕上げてさ、うん、なんかもう新鮮なわけじゃん。そうそうそう。この割には安いんじゃないの？そしたらね。うん、これもだってね、お肉この匂いが時間かかるのよ、これやるのにね。そうだよね、うん。だからいいよ。本当にね、ありがたい。うん。うん、はい。ではですね、もうこれで、とりあえずお時間で。前半は終わってしまいました。早いよ、もう早い早い。あっという間に来ちゃった。前半は終了。はい、なんで。このまま、あの、本当、なんか、で、後半は本題に入りますので、はいはい。じゃあ、後半でお会いしましょう。はい。皆様、じゃあまた。ありがとうございます。お願いします。では、チャオ。